これめっちゃ面白い絵撮れますね。あ、これすごいね。カタツムリとこう一緒にご飯食べたりしたら面白いな。はい、皆さんこんにちは。野鳥と昆虫大好き大道芸人のエクストリームセリカワです。今回の動画ではようやっとですね、3年ぐらいかけてオリジナルのですね、虫の目レンズが完成しました、ね、こちらなんですけれども、こんな感じでね虫の目レンズをね、自分で作っていました。でこれを、ね、普段の、まあ、いつも使ってるこちらのですね、カメラにこうやってね、装着して、ね、こんな感じになるんですけど、虫の目レンズってね、まあ、どういうレンズかっていうと、有名な方だとね、栗林さんっていう、もう神様みたいな昆虫カメラマンの方がいらっしゃるんですけど、まあ、栗林さんが、開発したと言われている広角マクロレンズですね。どういった写真が撮れるのかというと、まあ、近くにいるこう昆虫がね、こうちゃんと写ってるんだけど、もちろん背景も写るっていうね、だから面白い写真が撮れるというレンズです。これはですね、実際市販品でもラオアからプローブレンズっていうのが出てはいるんですけれども、ちょっと ね値段高くて僕は使ったことないんですけれども、ね、虫の目レンズっていうふうに検索するとね、これまで先人のね、もう偉大な方々があのいろんな研究を重ねて作られてはいるんですけれども、やっぱりね、シャープな写真を撮るっていうのは難しいのかなといった印象を受けていますね。もうね、カメラ始めた時からもこれどうしてもやりたくて、自力でですね、いろいろ試してきたんですけど、なかなかうまくいかなくて、もうようやくね、最近また時間ができたので、ちょっと試して、もうやっとね、まあ、SNS 載せるぐらいだったらいいかなっていう写真が撮れるようになりました。ね、すごくね、嬉しいです、今、僕は。はい。まあ、このカメラとかね、このちょっと作ったね、レンズの話っていうのはちょっと次回の動画にさせていただいて、早速ね、このレンズで昆虫撮ってきましたので、ちょっとね、早速作例をご覧ください。どうぞ。こちら、エゾマイマイというですね、大きいカタツムリが、公園の道のね、上を歩いていました。ちょっとね、雨上がりだったので、カタツムリにとってはね、いい条件だったのかなと思うんですけど、これね、ミミズを食べてたんですね。すごい面白くて。まずこちらが、60ミリマクロ普通の状態で撮った写真です。これかなり、寄れるレンズで、もうすごくね、昆虫撮影にはもってこいなんですけど、普通にね、撮るとこんな感じですね。まあ、かなりシャープに撮れますし、ね、この、なんていうの、このカタツムリのイボイボ感もすごく伝わるかなといった気がします。じゃね、今回はこのね、オリジナルのこの CCTV レンズで撮ってみました。でね、撮ってる様子まずご覧ください。ね、こんな感じで撮ってます。はい、これね、めちゃくちゃ楽しいんですけど、この地面スレスレ撮ってて。で、まず、で、撮った写真がこちらですね、まず。はい。これね、もう、素晴らしく気持ちよく撮れましたね。カタツムリが綺麗に写ってて背景も出ました。これね、めちゃくちゃ嬉しかったですね。はい、で、続いてね、これやっぱ虫の目レンズって言うとね、どうしてもやりたい写真がありますよね。そう、これね。ね、虫と一緒にね、自撮りを撮るっていうので、ちょっとね、カタツムリの背景に僕が回って撮ってみました。これね、実際に撮ってる様子なんですけど、これ楽しくて、1時間ぐらいやってますね。で、これ何が便利かというと、オートフォーカス使えるんですよ。なので、こう、画面ね、タッチしてやると、大体の場所ピント合わせられるので、もうカタツムリにピント合わせて、背景にね、自分が映り込んで、こうして、写真を撮るっていう撮り方ができています。ただね、ちょっと CCTV レンズ使っているので、像が反転しているので、ちょっとこれはね、モニターの角度変えてやったりして、工夫しないといけないんですけども、こんな感じで、カタツムリとですね、夢のコラボの写真を撮りました。これ、そちら、ね、それがこちらになります。はい、もうね、もうなんか夢のようなね、このね、表情の方が難しいっていうね。はい。で、カタツムリもね、こう、目をうまく出してくれるタイミングじゃないと撮れないんで、ちょっと難しかったんですけど、これはね、いい感じに撮れましたね。はい。でちょっとね、ディフューザーがね、これギリギリ上入っちゃうので、ちょっとそこはね、改良の余地があるかなといった感じですね。はい。あと CCTV レンズ、これ170度の使ってるんですけども、例えば160度ぐらいの使えば、ディフューザーはね、そのまま使っても入り込まなくなるのかなといった気がします。まだですね、全然納得ができてない部分がたくさんあるので、特にこのケラレどうなくしていくかっていうところと、あともうちょっとね、いろんな CCTV レンズも試してみたいなと思っているので、まだね、ちょっといろいろ研究を重ねていきたいなと思っております。
もしですね、動画ご覧になられた方で、まあね、自分も虫の目レンズやってるよとか、ね、こういうやり方もあるんじゃないか、こういうアプローチもあるんじゃないかというね、ご意見や、ね、感想ある方はぜひコメント欄にて教えてください。はい、ということでね、まあ、次の動画でね、このレンズに関してもうちょっと詳しくお話ししようかなと思うんですけども、今回のまとめとしましては、とりあえずね、自作でも虫の目レンズは作れるぞっていうことと、この CCTV レンズで撮るとかなりね、ケラレは出ますが、トリミングしてもこのね、2000万画素の、オリンパスのカメラマイクロフォーサーズキーでも全然ね、 SNS 載せてもいいぐらいの写真は撮れるぞということが分かりました。昆虫とのね、自撮り写真なんかもね、いっぱい撮っていこうかなと思っております。はい、ということで今回の動画は以上になります。もしね、参考になった、面白かったよという方は高評価、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、そちらもよければフォローしてください。以上、エクストリームスリコーでした。ありがとうございました。 See you!